モニター出ししていいですか。ワンチャン似たらしたらやれる？セス。あるかなって思って。結構いいやつかかってんぞ、これ。頑張ってんぞ、これ。なんだ、これ。なんだ、これ。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。穴勝ち間違ってない、頑張ってる。穴勝ち間違ってないぐらい頑張ってらっしゃる。なんだ、なんだ、何かが起きてる。何かが起きてる。結構頑張ってる。皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、今回ね、コラボ記念なんで、ちょっとやっぱエミリアにしようよというわけで、エミリアレムでいきます。エミリアレムで。なのに、一戦目からお相手がかなり強いですね。キャラグラこの方1だった気がするんだよな。だとするとめちゃめちゃ申し訳ないんだけど、一戦目なんで、ポイント持ってないんですよね。勝ったら50だと思います。キャラポイントは。正直引きたくない。正直取りたキャラ P500 は奪いたくない。ペンギン虹なんだが。見るの2回目かも。全然いないんだよね、ペンギン虹持ってる人。多分ね、キンって止まるんだよね。OK。ミスったキャラ、もういいや。キャラ間違えたわ。出すキャラ。なんか出すキャラ間違えたわ。なんとかなってるけど、出すけど普通に間違えた。頑張って。頑張ってる味方。味方しない。自分のキャラ頑張ってる。まあ頑張ってる、進撃者やるに。止められちゃった。なんか勝ちそうだぞ、これ。ワンチャン。いやいや、それ、やりすぎでしょ、さっきから。今気づいたけど、あんま減ってないな、そこ。レムやっちゃってくれよ、それ。いや、それレムが止められんのか。レムじゃねえわ、エミリアだわ、キャラ。キャラ名も覚えられねえわ。まあ、これ無理だね。点差ダメージ入んないね、おそらく。レムが残ってたら面白かったけど、これは無理。まあ、でも、いいよ。下手に、多分これ、多分点差でも50はかもしれないから。絶対来ない、再戦。来るわけない。はい、それでは2戦目やっていきましょう。エミリアレムをね、したいんだけど、なんか、ごちゃごちゃになる。いろいろと。で、エミリア、まあ、今回ね、復刻なんで、エミリアとレム、もし、まあ、おそらくね、両方かな、強化されるんじゃないかなって予想してるんですけど、せっかくコラボだからさ、されてもおかしくないかなとは思うんですけど、まずね、エミリアってアビさんで使うキャラじゃないよね。そもそもまず。あ、これ好きだな、結構。そもそもまず、エミリアはアビさんで使うキャラではない。多分、レム、アビさんの方が1コス下がるから強い。いや、エミリアリーダーで多分ソロリーグ回ってる人間いないよ、俺以外これ。この時間帯。絶対いない。絶対いない。多分0人。使用率今多分ね、0.01% みたいなレベルで、あ。
もういいわ。で、これ、火ダメゲンつくから、この後ね、レムがね、多分結構いい仕事するんじゃないかなって思ってるんですよ。いや、これエミリアお前好きだよ、お前。何のためにいいんだよ、お前。で、レムが体力回復してもらって、そう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 。そうそう。おお、そっち行く。なるほど。まあいいけど。君強いね、レイドル君。俺も金髪なんだけど。取れる？まだワンパンじゃない？あとツーパンくらい？それ止まない？あ、取った！素晴らしい！取ったならとりあえずよし。はい、もうこれもでもいっちゃう。レトラ！さあ死ぬけど、さあレドラを釣りたいらしい。あ、やばいっす、ミスった。変なとこ来ちゃった。変なとこ来ちゃったよ。間違えたよ。アシュラをやってくれよ、ヒュドラ。さあ倒しに来たら、ヒュドラ強いよ、こっから。さあエミリア、レム、流してけ。まあ、飛ばない。飛ばないけど、なんか無双入ってんだが？そうだ、いけ、いけいけ、いけいけ、いけるぞ。お前まだいけるぞ。いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。絶対いける、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 絶対いける。もう、剣士をひたすら流せ。もう、煽り剣士みたいになってんじゃん、この剣士。ここしか攻めらんないんだよ。入っていく！素晴らしい！素晴らしい、入っていきました。1でいいぞ。マジで。わ、めっちゃ美味しい。はい、それではね、3戦目やっていきましょうか。お相手サキバスだな。サキバスはね、どうなの、多分エミリアレムでやらないと思うんだよね。やりきれない気がするってなるとちょっとまずい。エミリアがサキバスの吸い尽くしを食らうと全然ダメージ入んないんでね。で、もちろん、金行きとかも、これ今すごい強かったんだけど、札は。札強いけど、おそらくやれないんで、いや、これも取りで削れないじゃん。いやー、オール進撃はね、終わりなんだよね。この世の終わり。大型は2本欲しいじゃん。やばいよねー。どうするの、これ。サキバス、無理ゲーゲーミングだけど。エミリア・レム。惜しい。もう2体出ししていいですか。ワンチャン2体出したらやれる？セス。あるかなって思って。結構いいやつかかってんぞ、これ。頑張ってんぞ、これ。なんだ、これ。なんだ、これ。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。あながち間違ってない、頑張ってる。あながち間違ってないぐらい頑張ってらっしゃる。なんだ、なんだ、なんだ。何かが起きてる。何かが起きてる。結構頑張ってる。え？何？ドン。まあ、ヒッター、オッケー。え、似たら強っ。マジ予想以上。これ予想しなかった。こんな強いの、似たらしって。28強。通したわ。え、強っ。びっくりするでしょ、こんな。マジですか。え、なんかライン下げてきたんだけど。はい。
え、ワンチャンある、これこれワンチャン歩くね、この感じ。これ最後トレー取れたら、あのね、ガチである、ひらびいてから入ってく。勝ったんだけど、マジ言ってんのこれ。エミリア2枚出しだわ。え、全部持ってった今、エミリアレム2枚出しで、やばっ。え、ガチやばい。絶対負けだと思ったもん。この札無理だろうとか思ったら、ゴーレムだしね。サキバスに弱いし。勝っちゃった。勝っちゃった。超苦労して勝ったんだけど、言っちゃった。まあいいや。さあ、ラスト行きましょうか、ラスト。なんかまたサキバスだった気がする。気持ちじゃなければ。いやでもね、今2体出しね、ハマったんだよね。いい感じに。大型1本あったのに。エミリアレム2体出しはありかもしれない、もしかしたら。でもサキバス来たら多分、サキバスね、あの、UFO 来たら多分終わるんだよね。そこだけちょっと注意しなきゃいけないな。とりあえず大型2本来てくれ、頼む。悪くはないんだけど、サキをやれる火力を引きたいよね。引かないと多分詰むよね。いやー、行くか？押し切れるか？いや、エミリアレム2体だし、やばかったな、さっき。コスト勝ち、えぐかったぞ。すごかった。マジで。あ、これくれんの？ありがとうございます。これ、コンコでいいや。早い。お、早い。お、早い。あ、入りましたね、あれが。さあ、どうでしょうか、ここから。取りはしました。これね、麻痺入るとね、終わりなんだよね。この世の終わりゲーミング。いや、これ間に合うかな、これ。怪しいよね。そうだよね、間に合わないよね。残念。キメガが弱すぎ。キメガはマジで弱すぎ。で、50！ やばいな。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。やってきました、エミリアレム。あのね、最後の試合負けちゃったけど、3戦目がやばかった。あれ、返すのやばいよね。ちょっとさ、後で誰か、コメントしといてほしい。何コスト買ったあれ。エミリアレム、自分が出したコストに対して、相手から奪ったコストが何コストかってのちょっと調べてほしいわ。やばいよね、あれ。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。